はい、今回の動画はですね、ローカルガイドについてちょっとお話ししようかと思います。まずはですね、私 Google のローカルライドのレベル7ということで、かなり高いランクでですね、評価されています。今までもランクのレベル6とか5とか4とか3っていう時があったんですけども、あまり意識してなかったです。 Google マップにいろんな写真とかね、口コミを投稿することによってこのガイドレベルっていうのは上がっていくんですけども、私の投稿っていうのはかなり多くの方に見られているみたいです。数万回とか数十万回っていうのがかなり閲覧されていて、私のところに Google マップからの問い合わせも結構あったりするんですよ。で、非常に難しいことしてるわけではないです。ただ適当にその辺の近所の写真を撮って、あ、なんか変わった建物があるな、建物のアップロードとかね、変わった飲食店があるなとか、あれこれ廃墟だなとか、これ変な山だなと思ったりね、川だなと思ったら写真撮ってあげるみたいな感じです。そこには視聴者さんっていうのは特に期待していなくって、ただね、旅の途中で検索した時に私の写真が上がればいいなぐらいのもんだったんですよ。で、今回嬉しいことのもう一つっていうのは、あのローカルガイドの、私はセブンなんですけども、私の弟子のね、速稼塾の篠木康原くんっていうのがレベル5なんですよね。で、彼も招待されてるんですよ。だからね、この、私の言うことを心のどっかにあったんでしょうね。 Google のマップとか口コミをどっかでコツ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 やってたと思うんですよ。それが世界的な評価を得て、ローカルガイドレベル5で無料招待されるというね。私これね、一緒に行きたいんですよ。一緒に行って思い出作って帰ってきたいなと思います。多分このローカルガイドで Google に招待される人って日本人ではまだね、そんなに多くないと思います。それこそトップアフィリエーターになるのと同じぐらいのレベルで少ないと思うんですよ。すごい嬉しいなと。で、今回篠木くんが喜びの動画をね、上げてくれたんですけども、ノキックスみたいなね、ヨシックスっていうのね、塾生さんが私のところにいますけども、あの相場解説でおなじみのね、ヨシックスさんもすごい人気の方なんですけども、そのね、ヨシックスさんの真似をして、喋り方まで真似して動画作ってるんで、これ面白くてねで、あのローカルガイドがどんなものなのかってことも込みで、動画説明欄にそのノキックスくんがね、喋ってますんで、ぜひね、見ていただきたいんですけども、今回ですね、あの世界的な評価を私も込みでなんですけども、私の弟子もね、一緒にいただいてるっていうのが非常に喜びなんですよね。まあ、これはね、たゆまぬ継続と私のことを信じてずっとついてきてくれた、その賜物だと思います。確かに篠木くんっていうのはそんなにね、バカ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 稼いでるわけではないです。苦しい時期もあります。冬の時代もあります。結構騙されてるのしてます。で、今ね、その中でも紆余曲折ある中でも、一途に私のことを信じてね、私のことを見ていただいて、私と同じ行動を維持していただいた結果が、第三者に、しかも Google さんに同時に評価されたってことは、これは一つのね、勲章ですよ。おめでとう、篠木くん。じゃあ動画説明欄からノキックスくんのね、動画を見てあげてください。それではどうぞ。